はい、というわけでビビの水着撮影から無事帰ってきました。いや、今年もマジで可愛い撮影できたし、皆さんがね、喜んでくれる報告もできると思うので、ちょっと楽しみに待っててください。というわけで今日はやっとご飯が食べれるので、久々に食べる動画シリーズやっていこうかなと思います。昨日のうちにドンキでしこたま買ってきたので、今日はね、久々にお酒も飲みながら早速ね、食べていこうと思います。もうマジでよだれが半端ない。じゃあちょっと早速いいですか。開けても、あー、もう炭酸は超飲みたかったんだよね。やば、最高。乾杯。あー、うまい。本当に美味しい。やばい。私、お酒って別に全然普段から飲まなくてもいいんだけど、やっぱこういう味がついたジュース、ジュースじゃないんだけど、やっぱうまい。買ったものは、このチーズスナックと、大好きなチョコパーイ、塩とごま油のじゃがりこ、みそちゃんがおすすめしてたこのリアルチーズラーメン、あとね、ずっと食べてみたかったこのチャパグリ。めっちゃ私チョコ好きなんだけど、チョコをずっと我慢してたので、まずチョコパイから食べてもいいですか。もうさ、ずっと食べたかったの。昨日冷蔵庫でずっと冷やしてた。いただきます。今私の中の血糖値がめちゃくちゃ喜んでる。あー、幸せ。うんま。本当に美味しい。最高。甘いの食べたからじゃがりこも食べていい？なんかね、塩とごま油味が売ってた。何これ、めっちゃうまいんだけど。うまっ。じゃがりこは野菜か明太チーズもんじゃ味みたいなのあるじゃないですか。あれが好きなんだけど、このごま油味めっちゃうまい。ダメだよ、もうみにゃん。まずうまいの。コンビニでさ、今売ってんのかな。私さ、ドンキで買ったんだけど、励めくかべか。マジおいしい、もうみにゃん。もうさ、お菓子もずっと我慢してたの。私やっぱお菓子大好きだからさ、体を絞る撮影の時って運動も大事だけど、やっぱり食事制限もめちゃくちゃ大事なのね。私の体的にはもちろん炭水化物一切取らないのね。やっぱりきついのよ、ものすごく。あー、なんかもう本当にジャンクなもの食べたいなって、頭にふとよぎったりとか、あ、お腹すくなって思うんだけど、詰め込んで詰め込んで詰め込んで、やっとこういうジャンクフードが食べれる最初の一口の快感が忘れられなすぎて、私ね、結構それ癖でね、割と好きなんだよね。ママ、ママ。こうちゃん？ママ頑張ったよね。うますぎる。やばい。で、明日は絶対に、もんじゃを食べに行くって決めてるの。もう粉物が本当に食べたくて、お好み焼きともんじゃが超好きなんだけど、だから明日は絶対にもんじゃを食べに行く。うん、うん。最高。やばいね。どんどん進む。今ね、私の胃袋が最大限にめっちゃ空いてる。そう、もう一回このチョコパイに戻っていいですか。このエンドレスをしてるのが本当に快感。やばい。うますぎる。やばい。もうね、味覚がめっちゃ拡張してる。めっちゃ可愛くない？食べれないよ。ご飯あげたでしょ、今。本当に今日まで、食事制限と運動、マッサージとか本当頑張ってよかった。
今日で今これで報われた。これマジ食べてほしい。本当にうまい。カップラーメン食べようかな。まずはチャパグリ食べたいと思います。ちょっとお湯沸かしてくる。今チャパグリ作ってる間にチーズスコーン食べてます。うまっ。あと1分。食べちゃダメだよ。食べちゃダメだよ。あ、ダメ。湯切りしてきた。入れるみたい。初めて食べる。韓国のモッパンさんさ、みんな結構チャパグリ食べてるじゃないですか。超気になったんだよね。うわ、こんな感じなんだ。美味しそう。キムチを買うの忘れた。失敗。うわ、これさ、この赤いソース超辛そうだけど、全部入れて平気かな。せっかくだから全部入れよう。え、全部汁捨てちゃったけどいいんだよね、これはね。めっちゃすごくない？見て。このねっとり感。半端ねー。いただきます。初めてのチャパグリ。うん、うまっ。香ばしい。もっとさ、甘いかと思ったんだけど、結構お醤油が効いてる。焦がし醤油って感じ。おいしい。これ癖になる。最初の一口より 2,3 口の方がマジうまい。味が濃いからさ、お酒めちゃくちゃ進む。うん。うまっ。わかめが美味しい。私、もっぱんめちゃくちゃ昔からすごい好きで、もうダイエット中に限らず、まあ、特にダイエット中は毎日もっぱんを見ながら、あ、これが終わったらあれ食べよう、あれ食べようって想像しながら寝るんだけど、ヘムジさんってわかります？韓国のモッパン YouTuber の方がいるんですけど、私その人がすごい好きで、もうそれを毎回見て寝るのがマジ幸せだった。おいしい。幸せ。本当に。確かにこれキムチ欲しくなる気持ちわかる。ナルトが豚だ。あ、猫かこれ。あー、一本空いた。美味しい。最高。この最後の残りカスが美味しい。今日はもうこの後お風呂入って爆睡だな。いや、その前に一回ソファで寝ちゃうかも。完食。ごちそうさまでした。もう一本開けてもいいかな。いいよね。桃味飲んじゃうから。2本目乾杯。マジ美味しい。お気づきの通り、私はこういうほろ酔いとかそういう甘い系しか飲めない。なんかお店行ったら緑ハイとか飲めるんだけど、お家で飲むときはこういうほろ酔いが好き。食べようかな、この勢いで。
できた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 。めっちゃいい匂い。なにこれ、やば。ビジュアルやば。あ、これだ。うまいわ。思ったよりあっさりしてる。もっとさ超こってりしてんのかなと思ったら超うまい。うまっ。麺最高。なんかね、日本のカップラーメンにない味。なんて言えばいいんだろう。うちレンゲないから普通の鉄のスプーンで飲みます。あ、うまっ。これなんか癖になる。やっぱ韓国のカップラーメンって中毒性やばい。強いて近い味を表現するならコンポタージュって感じ。コンポタに似てる。ダメですよ。もうお腹いっぱいになってきた。ごちそうさまでした。もう大満足。幸せ。いい夜ご飯でした。ごちそうさまでした。これとかお菓子とかは後でゴールデンカムイを見ながら残りは食べたいと思います。やっぱソファに寝たい。ごちそうさまでした。